飛行機の情報も入ってきています全日空によりますと地震の影響で富山空港と石川県の小松空港に向かう航空機が出発を見合わせているということですまた石川県の能登空港や小松空港など4つの空港に向かって現在飛行中の4便の航空機が出発地に戻るほか、他の近くの空港に向かうなど対策を行っているということですまた日本航空によりますと今日この後